というと、いつものねぶた祭りの太鼓はこちらのね、6つ並んでる太鼓なんですけど、今日の一発目はこの出世太鼓といいます。一番大きな、はい、あのねぶた祭りでは一番最初に出る太鼓なので、その太鼓の音がこれほど大きいものだったかというのをね、改めて知りました。そして、続いて聞いていただいたお囃子、これからねぶたが出発しますよというこちらの合図でございます。2つの大きな太鼓を聞いていただきました。では改めてご紹介いたします。本日の囃子方は自衛隊ねぶた囃子部の皆さんです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは、自衛隊囃子部です。自衛隊囃子部に関しては、隊員と隊員との家族、それから協賛会の方で成り立って総勢約80名で構成されております。本日は短い間ではありますが、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。これから、たくさんのお囃子を聴いていただきます。続いて演奏していただくのは、青森のねぶた囃子といったらこのお囃子でしょう。一番代表される信仰囃子です。皆さんがいつも聴いているお囃子、ラセラーラセラーの掛け声で聞こえてくるのがこの信仰囃子です。はい、そして途中疲れた時にさあ頑張れ頑張れと煽る、これ転ばしというちょっと早いテンポのお囃子があります。その転ばしを中に入れてまた信仰囃子と、演奏していただきます。それではお願いします。
もらって聞いてもらいたいと思います。いいでしょうかね。笛から入っても、で進行一回りまずはお願いします。じゃあ進行お願いします。Thank you.
8月7日の日はまた特別な日でございまして、賞を取ったねぶたたちが大きな船に乗って海上運行します。そしてこのねぶたの上にたくさんの花火が上がる、多分ね、さっきの、ね、映像にもあったと思いますけどね、それが8月7日の日の映像になっております。やっぱりこうねぶたが終わるとどうしても、ね、青森の人たちはもうね寒くなるんじゃないか、ね、秋風が吹いてきて秋の準備、そして秋の準備が終わると次冬の準備というね、なんたって冬の時間が長い県でございます。冬の準備大事ですけどね、そのあっという間に終わるこの夏の祭り、ねぶた祭りをとてもとても愛しています。ねえ、本当に今日はね、こう一連のねぶた祭りの流れを皆さんに聞いていただきましてありがとうございます。せーの、ラッセラー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 バッチリですね。